皆さんおはようございます。土曜日の朝、いかがお過ごしでしょうかワスペシャルの時間がやってまいりました。MC を務めます、沖縄ベトニアチャーチの宮地光です。これからの1時間、えー、皆様と共に、イエス・キリストの愛について分かち合う時間です。ワスペシャルは聖書の言葉ですね。あなたの目には、あ私の目には、私の目にはあなたは効果で尊い。私はあなたを愛している。と、 イザヤ書に書にかれています神様が私たちをどんな私たちであろうと宝石のように愛しているっていう宣言ですねその証拠としてイエス・キリストをこの世に送り私たちの罪の身代わりとして十字架につけてくださいましたそこに神の愛があります天国の愛があります私たちはこのイエス・キリストの愛を受け取ることによって人生が変わりますし本当に あの心の中が変わってね全てが変わります是非、えー、イエス様の愛を受け取ってほしいと思います、えー、これから1時間、えー、共にイエス様の愛について分かち合っていきたいと思いますさあ、えー、今日は放送局から宜野湾地方ですね、うん、薄曇りですね花曇りっていうのかなあの青空は見えてませんけどもあの晴れて霞がかかってるような感じでね海もね なんか、あのー、夏なんだ、夏ね、沖縄はもう初夏ですけど、ちょっと春先、内地でいう春先のようなね。花曇りっていうんですかね。そんな感じの、えー、天気で、とてもいい天気です。さあ、あの、今日はですね。えー、聖書に五千人の給食って言われている福音書に、五千人の給食、五千人の人に。 あの、本当にわずかなあのパンから全員が満腹したっていうあのイエス様の御業ね。あのありますけれども、そのことをちょっと、えー、分かち合っていこうと思います。あの、その前にね。引っ越ししたんですよ。引っ越し那覇市から西原にはい、あのご存知の方はご存知と思いますが。 我が沖縄ベタニアチャーチはあのホームレス支援をもともとしていて、はい、NPO 法人プロミス・キーパーズっていうあの団体を設立してホームレス支援をしてたわけですねもう10年 NPO 団体それから NPO 法人っていうまあ,あの段階ありますけど10年余りですかね始めて僕がこの で僕もホームレスになりかけたというかホームレスにみたいになっちゃってですねあのー、この施設に入れてもらったんですねえー、7年半前七年半前ですねの夏にね入れてもらったんですけどあのー、その時ね施設は西原にしかなかったんですね、えー、西原の首里の石峰の下側にね池田ダム あの西原町池田になるんですよね池田ダムのすぐそばにエデンハウスっていう施設があって今あの西原ベタニアチャーチとあの同じ場所ですねそこに入れてもらったんですよ、うん、でもその時は手荷物だけでしたからねあの紙袋2つぐらいとあとリュックサックちょっと大きめの,あのスポーツバッグと、うん、あと紙袋2つですね リュックサックとあのスポーツバッグと紙袋2つ <laughs> だけ持ってああもう大変だったですねほんと行くとこなくてなんかひょんなことから沖縄に来たけどあの沖縄から内地に帰れなくなって知り合いもいないしで薬物依存症でしたからねあの薬はまあ 沖縄ではやってなかったけれども酒とか飲んでたのであのひどかったですね幻聴とか聞こえててね、うん、妄想被害妄想みたいなのとかそういう状態であの入れてもらったんですよ8年弱ですねうんそこからですよね神様に出会って神様にね出会いましたねうんなんだかね不思議なことでしたねそれからですけれども 1>, え1年半ぐらいそこに住んでてそれからあの那覇の曙けにねあのアジア交差点の58の,のアジア交差点のすぐそばちょっと港側に入ったところあのビッグハイアーツの隣あそこにあの教会1階教会作ってそれで上にあの住居ね朝日の当たる家っていうのを作ったんですよね。あそこ元々 えー、ビジネスホテルだったんだけどそれを潰れたビジネスホテルを買い取って、うん、そこに建てたんですよね6年6年余りますね6年半ぐらいでそっちに移ったんですよあのそこをオープンしてすぐにねだから西原に1年半ぐらい行ってそっちに移ったんですよねでずっとそこに行ってまた近くのアパートとかにあの借りてもらって 施設で借りてもらってそっちに住んでたりしてたんだけど、えー、先週先週の土曜日はい先週の土曜日に引っ越し,しましたそう6年ちょっとぶりですねあの西原に戻ったんですよ同じあのエデンハウスにいや懐かしいですねあの静か隣がきび畑ですからね隣がきび畑であのダムが近くにあってあそこね道あの通り抜けのあの 近道ですから通る人も多いと思いますけどあの静かですよあそこは、うん、なんか懐かしいですねはいもう6年ちょっとね那覇にいて街中にいたもんだからあのー、街に慣れてたんだけどまたあっちに戻ってちょっとね心機、あのー、一転ですねはいあのー、まあうちの教会4つあったりこうまた施設が、あのー、あちこちにあったりしてあのー まあ自分はもう、その教会と施設の方にね、あのー、身を置いてますので、動きがあるとね、そういう引っ越しとかもあったんで、急だったですね、はい、あの、引っ越してみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですけど、はい、あのー、正直ね、ちょっとね、あのー、煮詰まってたんですわ、私ね、少し。あのー 信仰的にもって言っていいのか、ね、まあ,あのいろいろ煮詰まってる部分があったんであのちょうど引っ越しは良かったかもしれないですねあの気分転換でねで静かなところなんでねちょっと落ち着いてあのもう一回こう、えー、信仰をこう、うん、入れ直しというかねあのまた神様をあの見つめていきたいなっていう感じでいますけれどもはい。 えっとまずですね一曲聴いて、えー、もらいましょうかね。あとヒルソング・ユナイテッドヒルセンブイユナイテッドで、えー「サルベーション・イズ・ヒア」です。 はい、スペシャルお送りしております。提供はですね、沖縄ベタニアチャーチ、それから、えー、赤道ラーメン、そして沖縄ダルク。沖縄ダルクは依存症の施設ですね。はい、えー、スポンサーさん感謝します。この放送はですね、えー、FM ギノワン。 79.7MHz そして FM 講座も結んでおります FM 講座は 76.1MHz はいツイキャスでも放送しておりますので、えー、コメントよろしくお願いします聖書についてのお問い合わせ神様について何かありましたら番組についてご意見と、えー、よろしくお願いします可能な限り読んで答えますそれから、えー、メルアドは えー7 9 7 f m g i n e 1 c o m 7 9 7 f m g i n e 1 c o m で、えー、メールアド、えー、メールも募集しておりますのでよろしくお願いいたしますさあえー、お知らせですねコンサートのお知らせ音大生によるゴールデンウィークワンコインコンサートサクソフォンアンサンブルはいえー、4人のね 沖縄出身の方ですねあの女子だ、女子大生、女子音大生、東京で勉強してるんですね、はいえー、4人、えーあの、沖縄でですね公演をやります、コンサート。はい、えーっとですね、出演者、奈良仁美さん、与、えー、な、えー、これひなえ、ひなのさんですね。 ななひのさん、佐藤真菜さん、中村、あこのごめ,ごめんなさい、この方の下の名前が分かんない、えー、緑さんっていうかな、えー、中村さん、はい、よえー、4人ですね、えー、5月の3日ですね、水曜日、えー、5月の3日は水曜日じゃなくて、えー、火曜日ですか、5月の3日、宮古島で、場所が共和楽器の2階、会場が4時半。 夕方,あの夕方ですね、午後4時半、開演5時、えー、チケットが500円、小学生以下は無料だそうです。はいえー、公演が中村ピアノ教室、えー、ですね、はい、そして5月の4日は沖縄市、わ、えー、が小座湯河府協会でコンサートやります。会場が午後6時半から 開園が7時ですね、はい。場所が沖縄市住吉1丁目。はいはい、これが5月の4日水曜日ですね。はい、ありますのでぜひ来てください。チケットありますし500円ですね。小学生以下は無料。はい、直接来ていただいてあの500円で購入していただいても構いません。5月の3日が都島。共和楽器2回。 開演が5時からそして5月の4日が沖縄市古座湯川福協会で開演7時から、はいえー、サックスフォン全員あのサックス吹くんですねはいあのソプラノサックスから、えー、バリトンサックスまで大きいのからあのちっちゃいのあとアルトテナはい大きいのからちっちゃいまでサックス4人で、はい、若い女の子が吹きます。 さあぜひ来てください楽しみですねはいよろしくお願いしますさあえー、話の続きですけどねうんあのー、引っ越したんですよその、えー、もともと住んでたねエデンハウスって首里の,のちょっと下側なんであの首、ー、里から降りてすぐなんだけどもうさきび畑があったりねダムのあの湖みたいになってますけどあのダムの近くだしねあのー 田舎ですよなんか鳥がねあのさえずってますね。<laughs> 静かなところですけど。いやなんか懐かしくてねで昔の顔なじみもいますしそこも施設ですので今寮長に聞いたら54人いるって言ったかな定員が60名ですからね、うん、そこに移ったんですけどね。 いやー来た時ですよ、手荷物だけだったのに、さっきも言った,言ったけど、これで1年半そこにいてあの、那覇に移ったけど、僕、生活保護でしたからね、仕事なんかできませんから、現状聞こえてて、もうわちゃわちゃですよ、もう、何もかもだめにしましたからね、あの家族もだめにしたし、仕事もだめにしたし、借金だらけで,で、生活保護2年半、那覇に移っても生活保護が。 続いてて施設来て2年半生活保護だったんですよねでその時にはもう車の免許も失効してたし何も持ってないですよ。で引っ越してあの,あの仲間にね教会の仲間に手伝ってもらってあのトラック使って荷物を那覇から西原まで運んだんですけど。 2トントラック2台ですよ、2トントラックそこそこ積んで、ちゃんと縄で縛って、あの最初段ボールになんか本やら、なんか衣類やらいっぱい入れたやつ持ってきて、次にあの冷蔵庫とか机とか 2, 台2トントラックに2台、2回、2回ですよ、鬼往復。え、7年半前はあれですよ手、手荷物だけですよ。あの リ作ックサックスポーツバッグと紙袋2つええ、ね、7年ちょっとぶりに帰ってきたらトラック2台分ですからね増えてるでしょういやで車の免許もあの取り直してあれですよあの車も安い中古の軽自動車乗ってますからねはい車の免許取って車も持ってるし生活網も,もちろん切りましたし はい。あの、親、兄弟と縁が切れてたっていうか、こう、感動されてたの、あの、謝って縁も戻りましたしね。はい。7年ぶりに戻ってきたらそんなですよ。すごくないですか。いや神様感謝ですよ。うん。ねいや、もう、全部なくてホームレスですからね。いや、今なんか、あの、職場で、あの、 介護職員やっててね、あのデイサービス障害者のデイサービスで3月から新しい仕事入ったんですけどまだねあのそんなに2ヶ月2ヶ月ぐらいですから身の上話っていうかその自分がどういう人かみたいな話するとみんなきょとんとしてますからね <laughs> あのホームレスの自立支援施設に入ってあの教会につながってとかってはみたいな。<laughs> あの まあ障害者の、ね、デイサービスですからね、みんなあのこうハンディキャップのある方をあのこうお世話してあのいる仕事ですから、ある程度の、ね、理解はあるけど、やっぱホームレスとかね、なんとかで、はぁみたいなあの、なかなか説明が難しいですけど、はい、今ね、本当、感謝ですね、そうしてみると、ちょっとね、那覇にしばらく行ってでいてですね、だん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 。 まあそんな長い信仰生活じゃないですけどいろんなことができるようになってね仕事もできるようになったりまたまあ聖書のこととかもうーんちょっとずつ分かるようになってきてなんかちょっとあれですね慣れてきちゃってねまあ高慢になってきてなんかこう感謝が足りなかったですねうん。で忙しくしてるうちになんかこうだんだんあの少し気持ちがあのー。 疲れててきちゃっったい、ね、だからちょ,ちょうど今引っ越しあのして新しい場所に移ってしかも自分がこの,あの神様に出会ったこの施設にの入れてもらった原点ですからねそこに帰ってきたんであの初心というかね心機一転良かったですねはいあのさあそういうことで。 えー、聖書をね、ちょっと読みましょうね。これ、5000人の給食って言われてるところなんですが、えー、これはですね、うん、あとで読みましょうか。マルコの福音書、読みましょう。マルコの福音書の6章、えー、6章の31節からいきましょうか。行きますか えー、マルコの福音書6章31節から、えー、44節までちょっと長いですが読みますそこでイエスは彼らに彼らに言って弟子たちですねそこでイエスは彼らにさああなた方だけで寂しいところに行ってしばらく休みなさいと言われた人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからであるそこで彼らは船に乗って 自分たちだけで寂しいところへ行ったところが多くの人々が彼らの出て行くのを見それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ彼らよりも先についてしまったイエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になったそして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみいろいろと教え始められた。 そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来ていった。こんな偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものを命名で買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。 私たちが出かけていって、200でなりものパンを買って、200でなりって、デナリって1日の日当分、まあ、6000とか8000ぐらいですかね、沖縄で、200でなりなので、まあ、えー、200, 200万近くの金額ですね200。200万円近くの金額になりますね。200でなりものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうか。 するとイエスは彼らに言われた「パンはどれくらいありますか?」言ってみてきなさい。彼らは確かめて言った「5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて祝福を求め パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられたまた2匹の魚も皆に分けられた人々は皆食べて満腹したそしてパン切れを12の籠にいっぱい取り集め魚の残りも取り集めたパンを食べたのは男が5,000人であったはい5,000人の給食って言われてますけどねえ 男だけで5,000人あの女性とかね女子供入れたらまあもっといて2万人ぐらいいたんじゃないかっていうんですけど2万人もの,の人がですねイエス様のあのわざ奇跡病院を癒すみわざとか見てまた教えをあの聞,聞きたいってもうなんかあの弟子たちがちょっと働きすぎて疲れちゃったんで休もうとした時に先回りして。 そこの,あの休む場所に行っっちゃったんですね2万人ぐらいの人がダーッと取るものも取りあえず来ちゃったっていうことですねでも弟子たちは休むつもりだったのにもううんざりしちゃったわけですね船でちょうど湖ですねこれあのガリラヤ湖、湖を渡って別の静かなところに行こうとしたら向こう側の岸に2万人の群衆が集まって待ってた えどうすんですか?」って言ってみんな木のみ着のままっていうかね用意も何もなし食べ物も何もなしで来てるわけですよどうすんですかこれって2万人でね弟子の一人がこれピリポ、えー、だそうですけど、えー、200デナリいりますよってまあこれ例えばまあ内地なんかだ日当1万円としたらこのデナリーっていうのはあの日1日の日当の お金だそうですがもし1万円としたら200デナリって200万円ですね200万円ぐらいかかりますよってこの人たちに食べさせるのどうするんですかって言ったらパンがどれくらいあるかちょっと見てきなさいってこの2万人の人たちがどれくらい食べ物を持ってるか見てみたらなんとあのパンが5つこれ大麦のパンって他のところで書いてあるんですけど他の福音書まあちっちゃいパンですよね 食パンかかなんかぐらいのパが5つとそしてちっちゃい魚が2匹だけなんか干物のような魚でじゃないですかあの沖縄でグルクンみたいな感じですかねグルクン2匹と食パン5つしかない2万人にどうやってこれ食べさせるんですかって解散させてくださいって弟子が言ったっていうねそしたらいやこれでイエス様なんとかなる うーん信仰ねイエス様はそのたった5つのパンと2匹の魚を目の前に置いて天を見上げて天の父なる神様に祝福してくださいそしてこのパンを与えてくださってありがとうございますって感謝ささげてそのパンを弟子たちに分けて。 みんなに配り,配りなさいってパンと2匹の魚も分けて渡したらこのパンをこの2万人の人ですよ男だけで5000人女子供入れて2万人いるおよそ2万人はいたんじゃないかっていう人たちに配ったら全員にちゃんと配れてその全員が食べてお腹がいっぱいになることができたってこ,これはもう。 あの奇跡ですよね、これだから、これをあの信じるかどうかっていうのは、ね、大変なことですよ、これ、神様を信じてないと、こんなことはありえないっていうことなんですけど、ここのところ、あのこの5000人の給食って言われてる部分はです、ね、これ、福音書がね、あの福音書と言われてるこの文章が聖書の中に 4, 4つあるわけですよね。 あの弟子イエス様の弟子が書いた、えー、イエス様の物語イエス様の教え生涯、えー、やられたことを書いているそしてイエス様が私たちをあのの人間の魂を救うためにねあの来られた救い主であるっていうことの、えー、を書いたあの文章がですね4つあるわけですね福音書「またイと」。 えー、マルルコとルカ、ヨハネこの4つにねまたがってるんですよこの5千人の給食またがってるというか4つともに書いてあるあのいろんな逸話がで、ね、あ,あるんですけど4つともってないんですよねあるのは4つともに書いてあるのはイエス様の十字架のことイエス様が十字架にかかってあの死ぬそしてよみがえる あの3日後に蘇るってこの記述は福音書に全部ありますねもちろんねイエス様救い主で十字架にかかってあの私たちの身代わりになって死ぬそして蘇るっていうことがねとっても大事これがなかったらもうイエス様救い主じゃないですからここの部分はあの絶対抜かせられないですよね福音書だけどそれ以外のところで4つにまたがっている逸話っていうのはたくさん逸話あの物語ありますけどこの5,000人の給食だけだ そうですよだけなんですねだからすごく大事な話ですよね、うん、このわずかの5つのパンと 2, 2匹の魚がどん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 増えていくっていうこともうこれこの奇跡をねあのどんだけ大事かこれを信じ,信じるっていうのが私たちの信仰だっていうことですねはいどうですかね2万人の人にたった5つのパンと ちちっちゃい魚グルクン2匹2切れ2匹で,2匹であの満腹させたってすごくないですかねはいこれなかなかねなんじゃこりゃって僕も思いましたけどね最近いやこれは本当でしょうってあの思うようになってきてるんですかねはいあのハイリー・ベーカーってあの女性のアメリカ人の牧師さんが アフリカのモザンビークにいて活動されてますけれども、えー、モザンビークで本当にあのたくさん教会を作ってあの向こうの孤児孤児となった子どもたちを教会で引き取ってあの育ててすごいですよ1万一万以上の教会をあの牧師さんを養成してどん,どん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 教会をモザンビーク中に作ってるあの牧師さんですけど。 ハイベーカーこの人の本読むと出てきますよ、5000人の給食と同じように。あの何百人かいるあの人たちに、子どもたちに、わずか一つだけの鍋にあるあのシチューをあの分けたら、全員が食べられたっていう、この同じような奇跡を体験してる、体験した話を書いてますよ。はい あのまが本当の話はいすごいですよだから信仰を持ったらこういうことができるんだなあっていうふうに思いますけれどもさあ、えー、もう一回、えー、もう一曲聴いてください、えー、同じくですね「ヒルソングユナイテッド」で「マイティートゥーセーブ」 はい、スペシャルをお送りしてます先ほどの曲は「ヒルソングユナイテッド」で「マイティ・トゥ・セーブ」ですね「救いの力」はいあのー、さっきのね、えー、5,000人の給食って言われてるところ男だけで5,000人、ね、群衆が集まっちゃって弟子とイエス様がねイエス様が弟子を選ばれてあのー まあイスラエル2000年ぐらい前のイスラエルであの多くの奇跡を起こして病人をの病気を癒したり悪霊を追い出したり本当にあの目が見えない人の目を見えるようにしたり耳が聞こえない人の耳を聞こえるようにしたり歩けない人の足を立たして歩けるようにしたりうんそして聖書の教え新しい教え本当にあの 愛,愛に基づく教えですねあのこう立法主義って言いますけど文章に書かれたこと,こたことをルールを守ることを最優先にするって、まあ、ルールももちろん守る必要がありますがその愛を持ってね愛がなくてルールだけ守れっていうのはとてもこう何ですかねあの目に見えない無知があるわけですよねそういうものをイエス様は嫌われて戒められて あの愛とか憐れみそういうものが大事なんだよっていうことを教えられて本当に新しい教えをして当時のそのもう群衆はびっくりして「イエス様をすごい預言者が出てきた」って思うわけですけど宗教指導者たちはイエス様を憎んでいくわけですよね。愛のないあの教えを、あのー 説いてた人たちから見るとイエスは本当に憎むべき存在になっていくわけですけどそしてもうねあの大騒ぎになるわけですよねイスラエルはねそれで弟子たちも本当に疲れて休みで休みに休みに行こうって船に乗ってあの湖の向こうが静かなところに行こうとしたらそこでなんと2万人もの人があの集まって待ち伏せしてたっていうことですよねうんもう本当に好奇心と もうとにかくイエス様に,のに会いたい、本当奇跡を見たいあの、また話も聞きたいっていうようなことですね。うん、そ,その人たち、で食べ物もない、どうするんですかって、泊まるところもないし、食べ物もないし、この人たちをどうやってあの満足させたらいいんですかって、弟子は本当に疲れ果てて、うんざりして、イエス様にまあ文句を言うっていうかね、お金かかりますよ、これっていうふうに言ったら。 イエス様が食べ物を集めててなさいってそれはわずか5つのパンこれなんか少年が持ってたって書いてありますねなんか何の少年なんか行商かなんかしてたんですかねパンが5つとちっちゃい魚が2つだけたった2万人に対して本当に手のひらに乗るぐらいの食べ物これをイエス様が天に向かって祝福を求めてそして最あの ちぎって弟子たちに渡したらこの弟子たちがこの配る中でどん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 増えていったっていうことですねイエス様が渡した時にも少し増えてるんですかねでも弟子の数はね、どれぐらいいたか分かりませんけれどもまああの12弟子12人の弟子とあとね何十人か弟子がいたか100人いたか分かりませんけども渡した数はねそんなたくさんじゃないと思いますよ、うん だからここで増えているのある程度増えたのかもしれないけどずっとイエス様が増え,増,えあの増えた食べ物を配ったわけじゃなくて弟子に渡したわずかの食べ物がこの弟子が配ってる群衆に配っているうちにどん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 増えていったっていうことですよねうおーっていう感じですねもうびっくりしますね、はい、この奇跡ね、はい、これをやっぱりなんかあの信じるって大事だなって ちょっとね、思って、これあれですね、湯河布協会、高座湯河布協会の、あの、栗尾みどさんが、トゥーフィッシュプロジェクトっていうね、支援のえ団体、立ち上げましたね、その団体の名前が、トゥーフィッシュプロジェクトって、2匹の魚の、魚企画みたいな、これですね、だから5000人の給食のその魚のことですね、2匹の魚が、どん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 。 みんなを満腹させるほどに増えたってですがねあの哀れみ愛神様を信じる心神様を信じる信仰があってそして神様だったら何でもできるってそしてこう人に対する愛哀れみみたいなものがあるとこういう奇跡を起こすことができるっていうことですかねねすごいですねこれを本当にあの んなことあるわけないじゃんってあのなんかあの皮肉な目で見るんじゃなくていやそれあったらすごいねっていうかね本当だよっていう目で見たいですねはいこれね4つの福音書全部に書いてあるんですけどヨハネの福音書にはさらにねこの奇跡のあとに、ね、イエス様がこんなことを言ってますね群衆にに対して誠に あなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、うん、あのこれは救い主としての証拠というかね、奇跡。印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからで,あるからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。うん、その後 えー、群衆が言うんですねイエス様に私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかイエスは答えて言われたあなた方が神が使わ,せ使わしたものを信じることそれが神の技です私を救い主である私を信じなさいってでイエスは言われた飛びますけどイエスは言われた私が命のパンです私に来るものは決して飢えることがなく私を信じるものはどんな時にも 決して乾くことがありませんねえイエス様を信じてついていったらイエス様がもうこの本当にわ私たちを養ってくださるっていうことですよねしかもその命のパンね命私たちの本当に心魂があの養われて同時に本当に生活して食べるあの本当にお金とかね仕事とかあらゆるものが満たされるってまずねイエス様を信じなさい。 私は命のパンですすっって言って言ますね、うん、なんここのね本当にイエス様が天に向かって、あのー、わずかな食べ物を、ね、祝福を求めて感謝して配ったらもうみんな2万人もの人が満腹したってこれね信じていきたいですね実際アフリカのねハイディ・ベーカーのところではねあのそういう奇跡が起こったそうですけどはいあのー、ぜひ信じていきたいですね。 それとあのこういうことを言ってますね、あの韓国の超四義ヨンギー牧師あの、韓国で一番大きい、世界で最大ですかね、一つの教会では世界でさ最大の教会、ヨイド教会ってあのソウルにあって、なんとここ、会員が80万人だそうですよ、一つの教会で、80万人、一日何回も礼拝。あの 何回もやって同じあの教会に1万人以上の入る街道ですねインターネットとかで見えますけどすっごいどでかいですよそこの教会の牧師先生ですねこの先生もだって20代の前半で仲間家族5人か6人で教会始めたんですよね今80歳超えてらっしゃるぐらいですか今80万人ですよここの教会だけ沖縄にもね 一つ,二つ何個かありますよね、あの、ヨイド教会の,あの系列の教会はね、世界中にあるんですよ、世界中にあるんだけど、あの、あのソウルだけで80万人教会、ここの、あ、そう、そのチョウ先生がこんなことなんか言ってましたね、あのテレビのインタビューを受けてて、インタビュアー、この方は多分クリスチャンじゃないと思いますけど、クリスチャンじゃないインタビュアーに、 信仰とは何ですかっていうふうにあの聞かれた張四義先生がこう言ってましたね。あの大きな岩を目の前に大きな岩があります。そしてこの岩を生卵で叩きます。大きな岩を生卵で叩きます。そうするとどうなりますか そうな、するとどうなりますかって聞くんですよ。インタビュアーに逆に。そしたらインタビュアーが、あの、生卵が壊れますって言われ、言うんですよ。生卵が潰れますって。普通そうですよね。そしたら、チョやゆィ先生は言うんですよ。違いますって。岩が壊れるんですって。で、これ、それを信じるのが信仰ですって。大きな岩を生卵で叩いたときに、あの、岩が壊れるんだって。しん、それをそう信じるのが信仰ですってね。まあ これはすごいなあすごい言葉だなと思いましたけどイエス様をね神様を信じたらそれができるっていうふうに思えるっていうことですね。ねだからそのこと神様なしでそれやったらちょっとあの何かなんですかね何 <laughs> とも言えないけども、うん、でもそうそれを信じてこの5,000人の給食でもねわずかなものがそういうふうに増えていく。 あのそういうことがあるっていうことですね可能性として神様は何でもできるってそのことを信じていくのが信仰だっていうことをねあのちょい牧師も言ってるんだと思いますがそのようなね信仰が本当に持,持ちたいですね持てたらいいと思いますねはい、えー、もうあのー、そうですね自分は、えー、この教会に来て 施設にに来て本当に何もない状態からね立ち直ららせてもらって、まあ信仰しかなかったんですよね信仰しかなかなったっていうかなかったから自分にとっては恵みだったっていうか他のものを選ぶあの選択肢がありませんでしたからね、まあ、いやいやっていうわけでもなかったんですがでもこの宗教嫌いでしたからねキリスト教が一番嫌いだったのであ,あのいやー 最後の最後になんでこんな嫌いなものに助けられないきゃいけないのかなみたいな感じだったですねちょっと笑っちゃったですねもうあのどこにも行くとこなんて誰も助けてくれる人がいなくて最後に助けてくれるのが一番嫌いな宗教かよみたいなだからちょっと笑っちゃったですねへえんだこれと思ってねそれでこれはもうなんか不思議なことだなと思ったんですね逆にちょっとユーモアを感じて まあ、心の中でもう踏んだりけったりだったんですけどでもちょっと心の中でクスッと笑うような感じ,感じがあって笑っちゃうようなとこ,ところがあってでちょっと信じてみようかなっていうか少しあの受け入れてみようかなと思ってあの礼拝に出たり聖書を読むようになったんですよね。そしたらああまるっきり僕はあのこのイエス・キリストっていうものを知らなかったんだって。 イエス・キリストっていう人に対してまるっきり誤解してた知らなかったというふうに気づいたんですねはいそれが最初だったんですけどねうんだらそんな長い時間じゃないですけどねでもまあほんよかったですね信じることができてねもうそ,れそのこと自体がね自分にとっては奇跡 の体験ですね本当に最後の最後で、ね、本当にねあのばったり倒れてあの倒れた手のひらになんか何「わらしべ長者」ってありますよね <laughs> あんな感じかなもう本当に進行しかなかったっていうね、うん、であれですよまあ5,000人の給食ではないですけどね紙袋を2つとあの,あのリュックサックとあのスポーツバッグしかなかったのがあの6年ちょっとぶりに あの戻ってみたら、あれですからね、あのトラック2台分に増えてますしね、うん、仕事はできるようになったし、家族との縁も戻ったし、車にも今乗ってるし、ありがたいですよね、感謝、感謝ですね、本当、あのこの間ね、まあ、7年ちょっとぐらいでそんな長くないですよ。 でも本当、もう最後ね、来狂るか死ぬかしかなかったような状態から、こういう風になっているわけですから、本当、神様に感謝、またあの助けてくださったね、あの教会の方、牧師さん、山口牧師、本当にあの皆さんにね、感謝したいですね、仲間もいますしね、まあ、自分はね、やっぱりここが居場所なんですよね、うん、だから、本当に一緒に、仲間と一緒に、 あのね、仲間と一緒に生活する教会生活がどんなに楽しいでしょうかって聖書に書いてありますけどね、うん、本当にあの共に暮らしながらねやっぱりその中にねあの自分の信仰はあると思いますのであのまた信仰を確かめながら、えー、西原町のエデンハウスで生活していきたいと思いますけどもね。 はい、今日は5000、えー、人の給食について、えー、お知らせしました。さあ、明日日曜日ですよ。うん。あの、教会行ってください。イエス様に出会ってくださいね。聖書、もう読んでみてください。こんなすごい本ありませんよ。もう2000年近くベストセラーですからね。あのぜひあの、読んでくださいね。はい。また、えー、週末。 素晴らしい週末でありますように。えー、God bless you!